はい、アンセム続きやっていきたいと思います。ですね、勇気とチャレンジ、今回終わることもないな。とりあえず今回はまあストロングホールドをちょっと稼ぐ的な感じで、まずね、いつもとメニュー変えて、レジェンダリーの依頼まず1個行って、その後ストロングホールド1個目と2個目を行って、20にしよっかな。そんな感じに思っております。とりあえず、ストロングホールドじゃなくて、任務変更。災害プロトコル。これを、とりあえず出発して、あと次は、ストロングホールドの行動と、スカーズの神殿かな。それをやっていきましょう。じゃあ、よろしくお願いします。若干マッチングに時間かかってるね。あ、来たね。オッケーオッケー。ほい、じゃあまあ頑張っていきますか。まあとりあえずね、フリープレイで頑張ってきましたけどね、イベントをこなすために。全然ね、レジェンダリーが落ちなくなっちゃってね、なんか若干寂しい感じもするけど、全然回パートぐらいはね、ストロングホールド行けば必ず1個レジェンダリーが落ちてたし、マスターワークも結構ね、かなりの数落ちたんですよ。はい。まあまあ、じゃあちょっとね、消化していきましょう。まあこれはまあ日課なんで、さっさとね、次の試練っていうかね、次のチャレンジ的な感じの方に移行したいなっていう気持ちはあります。で、もう逃げんなよ。おっと、マスターはこっちね。エピックは拾わなくていいかなって感じなんで。さて、レジェンダリーこいつらなんか落としてくれよ。オッケー、OK、じゃあ次の目的地に向かいましょう。どこどこどこ、見失ったぞ。あ、この下ね。OK。ああ、素材拾わなかった。まあいいか。もうカチコチですわ。あ、どこどこ、正面ね、こっちいっぱいいるね。あ、もう自分が到着する前に、みんな強いな。どこどこ、まだいるのか。あ、こっからね。吐いたのっているねー。行こう。聞かねえよそんなもん。あれ、消えた。素材も何も落とさないんだな。リロードしとくわ。タイタンよりね、やっぱザコの方が、レジェンダリー系のザコの方がめっちゃ落とす印象ですね。で、ね、前までフリープレイの宝箱から結構ね出てたんだけど、マスターワークとか全然なんか出なくなっちゃってね、なんか若干寂しいよね。なんかサプライズってのがなくなっちゃって、なんかめっちゃ渋られてる感じしますね。やばい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 。
返した機械、オッケー。こっち行くわ。あと1個。いいえ。覚醒まで運転した。え、なんか見て落としたよ。Oh yeah。ごっついの来るんです。オッケー。おう、イエなんでゼロになってんだよ。はい、じゃああっさり終わっちゃったね。お疲れ様でした。ビリビリっときてる。じゃあ報酬いただいてストロングホールドやっていきましょう。さてさて、もうなんか報酬もうまくないからな。さて、うん、同期フレーム。ああ、特になんか必要ないな。まあ、この辺全部分解して、まあ、ストロングホールド1からやっていきましょう。そこまでカットしたいと思います。はい、よろしくお願いします。行こう。まあ、ここはもうだいぶ慣れたもんだよね。ちょっと、あ、今夜なんだ。じゃあ、向かいましょう、あそこに。タレット。よっと。よっしょ。For those of us who don't speak Shaper, that's bad, right? Obviously. Go. Renata, we'll need to silence the relic. 狙えねえじゃん。ちょっと固まっといて。OK。うん、よし。あと掃除しながらエコーをね、行きましょう。ないんだよな、素材の方は。エコー1個取った。ここ上、あった、2個。まあ、とりあえず納品しに行きましょう。今度は遠いな。まあ敵はまあ無限脇みたいなもんだからね。わお。行くぜ。
ほいっと。食わしていこうか。あ、そこにもあるね。よし、じゃあとりあえず2個納品してくる。おっとっとっと、はい、みんな納品してよ。もう取ったってことだよね、この矢印ってか出ないってことね。OK、じゃあ次の場所行きましょう。ここが宝箱もらえるからね。まずこっちのここから壊していこう。凍ってるのなんで動いてるの。オーバーヒートでまず回復行こう。 OK、まあ、うわ、助かったー。まあエコを集めていきましょう。見えるとこ2個あるね。3つあるか。何個まで持ってんだろう。何個でも持てんのか。ただこれしばらく置いとくと赤になって消えちゃうんで、その間に納品できれば。あ、誰が取りに行ってるか。これでまあとりあえず人数みんな集めたってことか。で中ボス戦 OK、 この辺で待っとくか。もう開けれんのかな。オープン。ここもさ、なんか知らんけどさ、閉じ込められる時があってね。まあこれで2個納品終了。OK、 はい、宝箱1個目、レジェンダリーお願いします。しょっぱいな。まあほいちゃま、ホラー穴のとこまで、ね、卵のとこまでカットしようかな。はい、到着しました。やっていきましょう。こっからかな。はい、おいで。
よし、こう。じゃあ、納品しに戻りましょう。誰も取りに行ってねえのかな。いて。Heads up, scars incoming. How'd they get down here? Bastards love to blow. Okay. 戻りましょう。レジェンダリー出てほしいな。全然出ないんだもんな。なんかレジェンダリーで今装備してるやつのレジェンダリー版がすっごい欲しくて。あ、こっちから行ける？無理か。最近ほんとご無沙汰ですわ。ちょっとどいて。で、どうよ。あ、この人もオッケー。よし、到着。Energy readings are stabilizing, albeit slowly. Just stay in the center, any interference will cause the energy to spike again. まあ、こっからまた待つんで、終わるまでカットします。はい、終わりました。さて、やっぱ出ねえな。はい、じゃあボスウェアまでカットします。はい、到着しました。雲部屋です。よろしくお願いします。OK。が悪いな。あ、ぶち破る。もう終わりか。レジェンダリー出なかったな。お疲れ様でした。じゃあ報酬いただきましょう。はい、さてさて、なんかセルバカさんかわいいな。はい、マスワーク。はい、じゃあ、これ解体して、スカウツの神殿、ストロングホールド、到着したとこまでカットしたいと思います。はい、よろしくお願いします。若干さ、ここは、いい思い出ないんだよね。なんかさ、進行バグっていうか、なんかさって感じ。止められちゃって、壁ができちゃってね、先に行けなくてね、話が進まないことがあって、ほんと勘弁していただきたい。どこどこ、いいか。あ、オーバーヒート中か。
Is that a no? Destroy the Anans or you'll be overwhelmed. One down. I don't need a status update every time. Well, that was for Faye. Oh. Five more, Freelancer. Okay. で、残りのスカーズを倒すと。みんな優秀だな。あっさり終わったな。到着の前に終わっちゃう。宝箱1個目。ほら行けなくなっちゃった。マスターワーク拾って。ここ大概なんかいつも行けないんだよな。There are records of a shape or construct in this area. There's the hunch, but I think Skilos might use it to cause a cataclysm. Of course. まあとりあえずエリアの中にさ飛べるまでカットしたいと思います。はい、やっと来ました。ちょっと見えない。でこれをまあ運んでくってやつだったな。見失っちゃった。あっちか。はいはい。みんな早すぎだな。どこ？はい。こいつも何も落とさねえんだけど、普通のやつのが落とすんだよね。2個目の宝箱も何も出ねえな。Go。あ、僕と違う。Go。あ、できますよ。あとは
Yeah. Are we close? Yes. Energy readings are climbing. Seb, why would Skelos start a cataclysm? But it's not the first skylight to try. I've never seen a swarm this size. Considering their defenses, this place must mean something. ダメだ。遅いとこダメだみたいな。怖い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 。誰か一人回線落ちでやめて。でボス戦ですね。Go. あえなガード。OK、あと逆サイド。死ぬわ。位置が悪いんだよな。頑張って。レジェンダリーか。マスターワークだけ。あともう一回で終わるかな。で、こらだ。やばいぞ。はい、回復回復。ふいー。大変だったな。お疲れ様でした。いや、散々だったわ。
うん、展開が早かったな。さて、まあ報酬はなんかいいの望めないけどね。お、これはでも初めて。なるほどね。なるほどね。ほう、新たなる勇気。はい、じゃあまたこれ解体して、今度はさ、あの壁のとこまで移動したいと思います。はい、戻ってきました。まあそんな感じで、はい、あとストロングホールド5回ということですね。まあクイックプレイ1回あるけどね。はい、まあ今回パート本当にダラダラとしちゃって、なかなかね、ちんたらしてましたけど、まあ次回パートまでにはね、ストロングホールド終わらして、勇気のチャレンジや終わっておきたい、そんな感じ思います。お疲れ様でした。ありがとうございました。